長谷川学参院議員、自民の自治体職員への威圧的言動が問題となっていることを受け、札幌市は2日、国会議員との面会目的を含む職員らの出張が2019から23年度に計591回あり、うち525回、約89%で、 長谷川市との個別面談が日程に組み込まれていたとする調査結果を公表した個別面談のみが目的の出張も計121回費用812万7190円に上ったが市はいずれも業務上の必要性があったとしている市は4月23日に23年度分の調査結果を公表しており 今回は19から22年度分の追加調査の内容が示された市によると個別面談のみの出張は19から22年度が計49回同347万8290円だったのに対し23年度は72回同464万8900円脱炭素社会を目指す GX グリーントランスフォーメーション関連の業務が増えたのに、伴い、出張回数も急増したという。また、計591回の出張のうち、長谷川氏に次いで、個別面談が多い国会議員は、計68回だった。以下は、ネットユーザーの反応をまとめたものです。出張費は、秋元や長谷川が自由に使える金ではない。あくまで市税であり、市民の金だ。 札幌市はただ預かって管理しているだけだ。札幌市も必要性というだけで何としても出張内容を隠蔽している。本当に必要性があったなら市民に内容を公開できるはずだ。出張費が市税ならば市民が納得する必要性もあるはずだ。2023年で284回、2年半はコロナ禍で 外出自粛もあったので実質に年弱で240回特にコロナ禍以降の出張は本当にリモート対応不可能な出張する必要性があったのか疑問だ特に個別面談のみの出張はリモート対応でも可能だと思う秋元の今後はリモートでも対応していく発言がこれまで長谷川の言いなりで市政を使っていたことを完全に認めている パワハラを見てみぬふりしたのと同様、長谷川による市税の個人的な使い込みを黙認していた。本当に最低な市長だと思う。札幌市によれば2019年度から2022年度の4年間に面談を目的とした出張は49回で、出張費用は約348万円。2023年度の長谷川市との面談を含む、 出張は72回、出張費用は契約464万円だったとか、必要がないものや不利益を被るような出張はない、と言っているが、一議員だけで年間464万円は決して少ない額ではないだろう。また一議員の面談のみを目的とした出張に、こんな費用をかける必要性がどこにあるのか。 少し威圧的な部分さえ改善していただければ頑張ってもらっていると長谷川氏を擁護する秋元市長感受性の欠片も見られない長谷川氏をかばってどうするこの議員さんは大学生の時によさこいを企画したことからのし上がっていった方ですよね大学生の頃の話など昔のお話を伺うことがよくあるのですが 不思議なことに、この方をよく言う方がお一人もおられません。なぜなんでしょう。長谷川議員の態度はヤクザと同じだ。自分よりは弱い立場の人間や組織には横柄かつ、無礼な態度をとり、自分よりも上の者には平心抵当する。こういう種類の人間は、人の上に立ってはいけない。今回はたまたま告発する人がいて、死の傲慢さが暴露されたが、 心の中では反省していないことは今の時代にあっていなかったという反省のかけらも感じられない言葉に現れている。ほとぼりが冷めた頃にはまた同じような言動を繰り返すに違いない。体質的に議員に向かなさそうなので1日も早く辞職されることをおすすめする。国会議員に呼ばれれば職員はどうしようもない。主張より力はある。 議員を辞めさせることができる法律を整備するべきだと思う。党を離党した場合は、党に復帰できない決まりを自民党にはまず決めてほしい。世耕さんなどはほとぼり冷めたら自民党にいそうな気がする。会見を見ていると HG は自分が北海道の政策に役立っていることでパワハラを正当化したいのだろう。しかし、 政策は全て税金の対価である以上、同民全員が利益を得るわけではない。HG の活動で利益を得るのは、既得権者と言われる同民の一部に過ぎない。大多数の同民は、パワハラ野郎は、表舞台から退場してほしいと願っている。次の選挙は4年ごとのこと。再選して、HG とその取り巻きの思う壺になるのか、見定めたい。 コロナ禍期間を含め5年で525回は異常かと、こうやって我々の知らないところで税金が使われてきたんだろうな。すべては北海道のためにという名目で無駄金が使われてきたのだからこの人を選んだ、道民にも責任があると思う。591回って異常すぎる。この人のパワハラ気質はこういうところから買いまみれし。挨拶がない。 態度が悪い、やる気がない等々で呼び出して謝らせていたのでしょう。市や道の職員、なんなら市長や知事も部下のように手下のように思っていたのでしょうね。これを問題視しないで、不利益のない出張としている。市の見解は異常だし、この人とは上司や部下の関係ではないというのにありえない。長谷川が北海道に関わっている限り、 不利益だし、職員の仕事の効率は下がるでしょう。吉さんの YouTube から始まり役事が、どんどんと出てくる。任期までなんて、長すぎるし即やめさせていただきたい。必要な出張なら、これだけうるさく報道するマスコミを訴えればいいでしょう。常識の範囲を逸脱してるから、マスコミが書き立てるわけです。必要ならどう必要なのか、国民にわかりやすく説明すべきです。 何しろ議員は当選したら頭がおかしくなり目的も理念も皆忘れ天井上の人と思うようになるのでしょう他の県でも電話で済むことを呼び出しする議員があるようですどんどん透明にし国会議員は国民のために働く転職であり偉くも何でもないということを国民が知らせないとひどいです また出かける気持ちはわかりますが、ノーマイナスという力も、知事や市長が言うべき。それともなければ、この際報道を使ったらよい。バンバンダメなことは言っていける国にすべきです。また、国民のために働くすごい、と思える議員はやはり報道で知らせてほしい。立憲の野田議員の駅前の姿素晴らしいと、思いファンになりました。報道番組より。 記事内容を踏まえたら、長谷川さんのパワハラに、札幌市職員が困惑し、忖度、萎縮していた構図は明らかだ。長谷川さんは至らなさを浴びるだけで済む、問題なのだろうか。ハラスメントが深刻な社会問題として顕在化し、ハラスメント防止の取り組みは、極めて重要なことは論を待たない。自民党は、長谷川さんの数々のパワハラ行為について、何のリアクションも起こしていない。 いかなものか。どこの自治体も HG 対策費という事業はないわけで、他の事業の予算を使って HG と面談している、させている、事実を重く受け止めるべきだ。国会議員の立場を悪用し、自治体職員を同喝したことは許されるべきではない。ここで甘やかすとまた同じようなことをするだろう。徹底的に叩きのめすべき。